ありがとうな、ゴゴ。みんなを救ってくれて。ライダーさんたちもありがとうございました。ただのライダーじゃないぞ。俺の相棒なんだ。相棒にはでっかい世界を見せてやるんだよ。だから俺はナビルーって名前を名乗ってる。あ、そうか、ナビルーか。いい名前だな。ここから先はみんな別々の道ですね。それでもナンバーズの絆は永久に不滅ですよ。私久しぶりに温泉に入りに行くわ。爪も磨いてキラキラにするにゃん。僕は野良アイルーですにゃん。帰るところがないんですにゃん。オイラがいるだろ、ゴロニャ。一緒にオイラのふるさとに帰る、ゴロニャ。ついていくですにゃん。また会おうな、ナビル。ナビルをよろしくな。ああ、またな。みんな元気でな。さあ、ドミールさんに報告に行こう。皆さん本当にありがとう。ご覧の通り町は生き返りました。へへ、どうだ、俺たちの魅力にビリビリしびれたろ。調子に乗ってはいけません。そうだ、アユリアだっけ。挨拶がまだだったな。俺デブリ、ライダー見習いだ。よろしくな。ライダー見習い。そういえばアユリアはどうしてここに。噂を聞いたんです。あなたたちがアルブラクス村にライダーの居場所を作ったって。それであなたたちを探してここに。なんだ、俺たちに会いに来てくれたのか。別に氷河の散歩のついでに寄ってみただけですから。伝承の儀で力を目覚めさせたおかげで暑い場所にも来られるようになったんです。そうだったのか。皆さん、お礼と言ってはなんですが、港に船を用意しました。どうぞご自由に使ってください。おお、ありがとな。俺たち専用の船か、かっこいいな。よかったな、相棒。あの先ほどは助けてくれてありがとうございましたにゃ。君は花ちゃん。また会えるって信じてたにゃ。今はナビルーっていうのね。仲間もいて元気そうでよかったにゃ。なあナビルー、この子は誰だ。俺たちに紹介しろよ。花ちゃんはなんていうか、俺の命の恩人だ。そんな、私は何もしてませんにゃ。それより、ナビル、クプニ村で村長が心配してますにゃ。ばあちゃんが。一緒にクプニ村に戻りましょうにゃ。ダメだ、村には二度と戻らないって決めたんだ。そんな、寂しいことは言わないでくださいにゃ。よかったら皆さんも一緒に来てくださいですにゃ。え、俺たちも行っていいのか。はい、アイルーしかいない小さな村ですが、とてもいいところですにゃ。アイルーの村。あ、私も行きます。アユリア。あ、別に。どうしてもというなら言ってあげてもいいです。みんな勝手に決めるなよな。ナビル、お願いにゃ。村長に顔を見せるだけでもいいからね。花ちゃんに頼まれたら嫌とは言えないぜ。付き合ってくれるか、相棒。うん、ありがとうですにゃ。きっと村長も喜びますにゃ。
船に乗れば村まですぐですにゃ。さあ行きましょうにゃ。久しぶりだな、野良野郎。お前、そんな言い方は失礼よ、トラオさん。ナビル、気にしてはダメにゃ。にゃナビルなんて変わった名前だにゃ。変わった名前だと？バカにしやがって。おっと、危ないにゃ。ビリビリされそうにゃ。あの妙な技を出してみろ。すぐに村から叩き出してやるからな。喧嘩はダメにゃ。みんな仲良くしてくださいにゃ。仲間を傷つけるような真似は二度とさせないからな。トラお兄さんは本気だにゃ。引っかかれないようにせいぜい気をつけるんだにゃ。どうなってんだ。ナビルーが誰かを傷つけるわけないのにな。みんな誤解してるんですにゃ。ナビルーのこと何にも分かってないんですにゃ。そんなの別にいいっての。ああ、なんか腹が減ったな。俺ちょっと魚を取ってくるよ。あ、待ってくださいにゃ。ナビルーを追いかけましょう。私も行きますにゃ。ここへ来ると思い出すにゃ、ナビルーと出会った時のこと。ハナちゃん、全部思い出したよ。俺は博士の研究所を抜け出して海に落ちたんだ。それでこの島に流れ着いた。どこの誰かもわからない俺を花ちゃんは助けてくれたんだ。助けてもらったのは私の方にゃ。ザオバブ渓谷でジャギーに襲われた私をナビルーは救ってくれましたにゃ。初めて見ましたにゃ。とっても綺麗な輝きでしたにゃ。だけどトラオさんは、ナビルーが私を傷つけたと思ってしまったんですにゃ。誤解を解こうとしたけど、その時にはもうナビルーは島からいなくなっていましたにゃ。みんなと違うってことに気づいたからな。トラオが誤解するのも無理ないさ。うん、相棒。元気出せって。俺たちがついてるぞナビルー。ほら、遠慮しないで食えよ。腹が減ると気持ちまで減ってくるからな。もう、食べ物のことばっかり。呆れます。ブハハ。みんな、きっとこの村のみんなだってナビルーのことを分かってくれますにゃ。みんなの役に立つことをすれば誤解は解けるはずですにゃ。ガーガーの羽で作ったお布団は気持ちよくゴロゴロできますにゃ。ザオバブ渓谷でガーガーの羽を取ってくればきっとみんなが喜んでくれますにゃ。しゃあない、花ちゃんに頼まれたら嫌とは言えないな。渓谷にはモンスターがいますにゃ。気をつけて行ってきてくださいにゃ。Ha ha!
全部にゃー。島をうろちょろしているようだな。一体何をこそこそやっている。どいてくれよ、ばあちゃんのところへ行かなきゃなんだ。俺は認めないぞ。お前は花子を傷つけた。それは誤解だ。花ちゃんを傷つけるようなことは断じてしてないぞ。俺は警告で起きたことを言ってるんじゃない。知ってるのか、花子はお前を追いかけて島を出て行ったんだ。え、花ちゃんが？それで博士に捕まったのか。お前は何も言わずに島から出て行った。どれだけ花子が心配したか。お前がどこでどう生きようと勝手だ。だけど花子を悲しませることだけは俺が許さない。この先どうするか考えろ。行くぞ、鍵しっぽ。当選簿解除にゃ。この先のことか。あいつに言われなくたってもちろん考えてるさ。さあ、マタラ村長のところへ報告に行こうぜ。ナビル、花ちゃん、俺話したいことがあるんだ。私も聞いてほしいことがありますにゃ。あのナビル、もしできるならこのまま村にいてくださいにゃ。うん、いやですかにゃ。そんなことないけど、でも俺はナビルーがいてくれたらみんな喜びますにゃ。トラオさんだってきっと分かってくれますにゃ。それに聞いたでしょ、この島に異変が起きていますにゃ。花ちゃんも気づいてたのか。ナビルーがそばにいてくれたらとっても心強いにゃ。ここで一緒に暮らしましょうにゃ。花ちゃん、この先どうするか考えろ。俺は見る。お前のことを誤解していた。
すまなかった。オイラも当選簿してごめんにゃ。気にしてないさ。みんなを遠ざけたのは俺の方なんだ。なあ、このまま村にいてくれないか。花子には、この村にはお前が必要だ。ドラ王、俺決めたよ。相棒と話をさせてくれないか。わかった。ありがとな、花ちゃんを助けてくれて。俺ずっと自分の力を隠してきた。普通と違う自分が嫌だったんだ。だけど普通と違うからこうして一緒に旅ができたんだよな。俺はもう自分の力を恥じたり隠したりしないぞ。そう思えたのは相棒と出会えたからだ。最高の相棒だ。俺決めたよ。俺は相棒と一緒に行くぞ。俺たちなら黒の狂気を止められる。こうなったら世界の果てまで一緒に行こうぜ、相棒。